こんにちは。ある人から商品を買おうと思った時に、だいたいプライスのランクってあると思うんですよね。低価格、ミドルランク、そして高い価格、ハイプライスですよね。で、多くの方はやっぱり一番安いのから真ん中ぐらいを選ぶと思うんですよ。まあ、データによると真ん中を選ぶのが一番多いのかなと思いますけども、今の私の考えでは一番高いのを買った方が絶対いいと思いますよね。まあ、というのが、 その誰かから物を買うとき、その人の全身全霊を使った商品ってどれでしょうか一番安いやつですかねそれとも中級ランクですかそれとも一番高いやつですかね当然、全身全霊を使った本当に徹底的なやつは一番高くなると思うんですよ。で、それなりにサービスに手を抜いたわけではないですけども、またフォーカスの角度を変えたものっていうのは、まあ、ちょっと緩やかな価格だったり、お試し価格だったりすると思うんですよね。 やっぱりお試しできている意識に合わせた商品サービスの提供っていうのはお試しに合わせたレベルになると思うんですよでも人生を本気で変えたいとかね収入を本気で変えたいっていうんだったらそんな誰もが手にできるような金額ではなかなかうまくいかないと思うんですよね例えば10万円買って手に入る情報やサービスっていうのは10万円持ってる人なら誰でも選べるわけですよでも 100万円出さなければ受け取れないサービスや商品っていうのは100万円を払える方に限られてくるんで10万円とか20万円だったら大丈夫ですよっていうふうな人では絶対にたどりつけないですよねそうなると10万円払える人って言った時に1000人いたとしてもじゃあ100万ならって言ったらね10人ぐらいに減ると思うんですよじゃあ競争意識で言えば競争原理で言えば1000人の中で競争するのか10人の中で競争するのか どちらが勝ちやすいかなっていうところですよね。また私はこういうふうにも考えてます。例えばね、ドリームアカデミアに入ることを悩んでる方にアドバイスできるとしたら、まあ120万のコースに入ったらどうですかってことですよね。120万のコースに入って、そしてそこで学んだこと、見たこと、覚えたこと、体験したことを、ドリームアカデミアに入ったらこうなったみたいなシリーズで、アドバンスに入ってる方にずっとね、情報発信し続ければ、 どうううででしょうかとということですよ。情報を上流から下流に流すことができるわけですよね。でドリームアカデミアの本コースへのアフィリエイトをかければいくらかこれがもらえるんじゃないかなというふうに考えたらあっという間に120万なんて取り戻せるんじゃないですか。体験者がアドバンスの人を本コースにね勧めるようなそんな情報経路になるわけですからこれはなかなかいいんじゃないかなと思うんですよ。 アドバンスススココーーに入っった人でも本コースってどんなななやつなのかなネットで検索しても本コースはこうでしたって出てこないしなってなるとドリームアカデミアで稼ぎまくってる私がドリームアカデミアとアドバンスの違いについて徹底的に解説しますしかも月に1万円でみたいなことやったら割安だなって感じてねでそこに落ちてる情報によって本コースに入る人が出てくるかもしれないですよね、まああ私もねこう見えて 最初にね、ネオヒルズ塾に入ったじゃないですか、クレジットカード2枚で。私の姿を見て、速価塾に入った上に、ネオヒルズクラブに入りたいですっていう人が何人かいましたからね。で、私は障害料もらいましたからね、そのた、うんびに。つまり、今私がお話した方法そのまんま使ってるってことなんですよ。そうなるとね、アドバンスコースに入って、誰,誰に商品売るんですかって話になっちゃいますよね、この方法で。じゃあ、アドバンスコースで留まってる人向けへのセールスマンとして、インフルエンサーとして、 アドバンスに入るっていう立ち位置あるんじゃないですかアドバンスやね、本コースに入るっていう立ち位置はあるんじゃないかなと私は考えてしまうんですけどね。これがあらゆるところで言えるわけですよ。うん、私でしたらね、あの、一部上場企業、東証一部上場企業に勤務していた私の経験から言うと、中小企業とのさ、こうだっていうふうなね、コンテンツ配信もできるかなと思うんですよ。まあ私の場合はね、入社した会社が私が入社してる時に上場したんですけどね。だからすごく簡単な時に入って、 で、上場したとき、参入収益が高くなったときに退職するみたいなね、最も割に合わないことをしましたよね。えー、ということで今日は以上ですね。えー、まあ、稼ぐ秘訣とでも申し上げましょうか。はい、いってらっしゃい。